耐えてるもん、すでに。やっと足立が管理のプスは超えてくれましたよ。あ、そんなに足立使ってるんだ。いやマットさんもな、回線3じゃなければいいんだけど。熊戦は本当にオフでやりたい。割とちょっと初借りして888まで上げました。だって めくり見えないんだもん。めくりが見えなくて、これどうすればいいのっていう。888か。俺対マットさんの仁義なき戦いが、まあでも今時間帯的にある程度ラグ緩和されるかな。マットさん神誕生祭を前に駆けつける可能性ある。馬は猛獣だからね、仕方ないね。黄色いから野球も上手そうだし。はい、忘れた頃にメディラハン。マジか、わらありがとう、ドイツ。この技持ってるだけで、持ってるだけで強い。別に技性能自体は高くないんだけど、持ってるだけ強い。これをね、伝えたい。そう、こういう場面があるから。あったな、そんな技。わら、間違いなく曲がれ使い。クマだと、結構試合時間、特に俺とマットさんとかだと、割と試合時間、結構使うから、この技ね、生きてくる。こういうところで。あなたの
覚えたわ。覚えた、覚えたぞ。なんかジョジョみたいな。あれなんだっけ、覚えたぞって誰のネタだっけ。アヌビスだっけ、アヌビス、アヌビス神だっけ。覚えたぞ。マットさんがチャカみたいになってる。心まで癒される。セイントには一度見せたから重要しないというアヌビスだな、わら。ぶっちゃぶってやるで。そのうちマットさん絶対に負けないとか言い出しそう。ああ届かない。メイで投げの時に平成パワーを生きてるんですが、投げの時に比例気味に抜けれたら成功なんでしょうか。投げ抜けの時はディレイ気味でなんか割とギリで抜けられたら理想の形ですね。なるほど、ありがとうございます。消費以外ない。いや、ダメ。逆切れは。ふえー。
が 23F じゃダメか。もうゆかりだったら足払い直下したら脳障害のように逆切れでいいんだけど。足りない足りない、いや13フレじゃダメっていうか、フレーム的には別にいいんだけど、前の問題届かないことがあるから。あなたのお姿とその分身ペルソナをイメージ、フレーム的には足りるんだよ。甘いなんすか。そう、だから密着だったらいいんだけど、直がね。という無駄な難しさの強要化。そう、そんなのやってられないから、しかも。やってない。ED、これ漏れるんだよな、よく。一番低下の最初の方で対空ずらししてもクマの2尾当たっちゃうんだよな。直が漏れか。これ変なところで食らっちゃうんだよな。白ロボ分かんない、忍者ロボ笑できないんじゃない。だってそれ同じ原理だったらあれでしょ、多分ドライアイスとかも足払いでできるっていうことになるんでしょ。いや、ならない。煙出てるからそれで見てできないっしょ。できない、できない。花壇売るロボだよ。自動で花壇出してくれるすごいやつだよ。下壇ロボ。紫色と黒い背景が。あ。ネットの音もあるだ。これもあるだ。これもあるだ。あれもあるだ。
俺もアルダー、みんなアルダコメント欄がアルダー、人気のアルダーでいっぱいになってる。いや今のは最速で受け身を取ったね。俺が悪かった。どういう締め方にしてくるかなと思ってガーキャン指導で、俺ガーキャン指導だからとりあえずダウン取って攻めてくるかなっていうのを読みで最速受け身で出したんだけど、あーダメだったな。ここぞというところで勝負仕掛けられた。やっぱそこなんだよな、試合の中であと一発ってなった時に相手がどの行動を選択するかっていうのを読み切って行動しないと。マットさんだから安定を取ってくるだろうとかっていう先入観はあまりしてはいけない。クマ使いするルビーでお手入りしてくるから信用できない。キャリーボット、あんまりされたことないけどな、俺。周りのクマ使いが良かっただけなの。あー抜けた抜けた抜けた。他の大好きではよくある。そういや、鈴パワスラ、トビーパワスラ、エーパワスラってどっちが変です？ランチまでもよくある。あ
太鼓地面に落ちるとそうなる。ダメージ低い順にあの2回全部で上乗せ分も入れたとしたら A パワスラー、 A パワスラー、 SB パワスラー、 B パワスラーの順番でまず単発だと高くて、でその次は A パワスラー、 A パワスラーとか B パワスラー、 A パワスラーはその単発が SB パワスラーより低い。100使うより75の方が高いからな。 A… でちなみにパワスラーはその後に入力した方の発生になるから、発生とかダメージについては。だから A パワスラ B パワスラってやると A パワスラの分上乗せした B パワスラの発生とダメージになって、 B パワスラ A パワスラってにとかって入力するとその A パワスラの発生とかダメージに B パワスラ分の上乗せをするっていう仕組みになってるから。ちなみに A パワスラと B パワスラね、上乗せ分のダメージは同じ。 SB か75% 使うが 50% かで違うだけ、上乗せは。もう何が何だかわけわかんないっていう。あー、地上波漏れた。暗いタクル。
な一瞬で。これである。